動きを見ています。4番小塚慎二。さて4番小塚が誘導をかわしに行きます。このアウトコースを5番の瀬戸上昇、金が入りました。さあ5番の瀬戸踏み上げますが、このマーク7番日浦が早くも離れています。そして前4番小塚が突っ張って4コーナーから直線コースへ行きました。5番の瀬戸は一旦3番手に交代、このインコースを6番加藤が作っていく。さあ先頭2川、4番小塚慎二、2番と1番の小山潤、このアウトコースを強引に5番瀬戸まくり合いますが、これを1番小山が阻んで最終回の2コーナーからバックセッチ。しかしそれでも5番の瀬戸がまくっていった。さあ先頭は突っ張る4番小塚慎二、このアウトコースをまくる5番の瀬戸ですが苦しいか。さあ2番手以降混戦になって4コーナーから直線コースへ向きました。今度は1番の小山、2番の藤本が突っ込んできた。藤本が一気に追い込んでゴールです。